はプロレスショップチャンピオンの提供でお送りします。5月5日後楽園ホール。自分が余計なことするから負けたんでしょうが。余計なことか。そうですか。ほんならもうもうちょい解散ですね。さようなら。さようなら。わかりました。もうそんだけ言うんやったら解散しましょう。この解散騒動を引き起こしたのはある黒幕の存在。カナ！黒幕やから好きなんやろ。ミーのことが好きなんやろ。ビクターカナ、4月27日後楽園ホール、なにわボンジョビーナス解散マッチ決めました。ほんでや、その対戦相手ビクターカナ決めといたから。ほんでや、お前のパートナーももう私が決めました。お前が今一番精神的ダメージを受けるやつ。ついにボンジョビーナス解散。そしてランマルの逆襲。カナのパートナーにランマルが仕込んだ選手とは。コミカルウェイブ救世忍者ランマル&ハイビスカスミー VS カナ。さあ今週は久々にコミカルな試合をご覧いただきましょう。解説の二神さん、はい、なんかこのコミカルってなんかしばらくなかったですね。なんかしばらく見てなかったですね、ここ2週本格的なプロレスをやってましたからね、はい、ようやくこのコミカルとしてこのボンジョビーナスが出てまいりました。というわけでボンジョビーナスの入場テーマソングをご覧いただきましたが、本当に本当にこれが最後の試合ということになってしまいました。どうでもいいけど、はい、カンペなしで歌えるようになりましたね、この空。最初はカンペがあったんですね。ありでした。いや、よかったよかった。これだけやってましたからね。さあ出てまいりました。黒幕かな。うわー、あーなんだ、これは白井美代か。ランマルが言っていた、お前が一番精神的に応える選手。まさに応えます、これは白井美代。さあ、カナもエキサイトしております。いや、解散したはずのこのドット S が似てる、似てる。さあ、カナはこの表情。いや、カナは確かにこれ精神的に応えてるようであります。いや、二上さん、これ完成度かなり高いですね。そしてセコンドにミオっていうのがシュールですね。そうなんですよね、実はここにセコンドとしてミオもいます。さあ、カナが答える、精神的に答える美穂の存在。いや、これは先制パンチを決めたかのような、そんなダメージがあります。しかし仕事選べよ。そうですね。さあ、お互いの距離感も気になるところですね、これは。いや、カナさんすごいな、やっぱり。そうですね。私たちボンジョビーナーというこの一致団結ポーズもこれが最後になるのか。お、ありましたね。いくぞ。せーの、やる気出し。もうバラバラだ。さあ、というわけでドッテスを復活ということになりました。おーっと、いきなりパンチで、危ない危ない、頑張る。おー、危ない。なんとか返しましたが、さあ、ここで気合を入れます、気合を入れます。気合を入れても何も変わらない。弱さはもう、あー、決まっちゃった。終わりました、試合が終わった。というわけで、かな、白井美穂の勝利ということで終わりんでしょうか、解散マッチ。雰囲気を切らしております。ありがとうございました。私たち、何年もんじゅうみなさん、この試合をもちまして、この首の角度がね。あ、そうですよね、この首の角度が美穂なんです。そうですね。さあ、美穂がクレームを入れました。いや、生き生きしてるな、広田が。やっぱり違いますね。さあ、何でしょう、バイクを持たせて。本当はな、こんだけ用意して歯も飛ばして、さっきの試合でしてんのに。カナダ、あんた何秒殺してるんですか。私の店は作ってくれないと困るんですよ。
どうなるんでしょうか。もう一回。さあもう一回再選。どうやら再選のようであります。さあ19秒で試合は終わったんですが、やはり解散マッチ、これで終わるわけにいきません。さあもうでも喧嘩してるのはこのカナとミオ。いや二神さん、よく考えればですね、はい、このカナとミオなんでこんなに仲悪くなったんですかね。なんか解散工業で揉めたんですよね。そうなんですよね。なんと解散工業リング上でもう大絶戦を展開しちゃったんですよね。まあそういった因縁があるわけで、それ以来全くタッグを組むことはありませんが、まさかこの後楽園ホールで一夜復活になるとは。おっと、さあミオが得意のこんなゆっくりな619見たことない。そうですね。いやスローモーションでありません。これリアルにやってますからね。素晴らしいですね。いや生き生きしてるな。やはりね、久々に見る感じがしますけども、やっぱこれが広田さくらですよね。これが広田ですね、なんか今までのフラストレーション一気に放出してますよね。そうでしたね。じゃあこの決断ウェブ期間中はコミカル不倫でした。おほんまにカナさん仕事選ぶ方や。そうですよね。おっと、ちなみにこの表情、本物はこんな感じであります。おっ、あーと同士打ち同士打ち、全く息が合ってません。一瞬どうなったやろ、これお前が持って感じるだろうや。やはり仲が悪い。全く息が合わないこの二人であります。さあいつものやつ、さあ解散というわけで、いつものやつ、なんだなんだ。さあ最後にいろんなものを展開します。もう一回いくか。あーと、全く届きません。安定ですね。そうですね、何回見ても安定のネタですよね。そうですね、ほっとしますね。ほっとするんですけど、お客さんみんな湧きますね、うん、そうですよね。やはりボンジョビーナスというと、やはりこのネタの数々まだまだ繰り広げられそうであります。おっと、なんじゃそりゃ、なんだなんだ。あら、カナも、あら、なんか子供の喧嘩のようになってきた。あ、ここからいきなりキック。こっちの方で、足こうやってやるやつ。おお、作戦を言ってますね。言ってますね、アホですね。そうですね。さあ、足を救うのか。あーと、さらにキック。まあ、そりゃそうですよね。おなんか答えが分かってても見て笑ってますもんね、みんな。そうですよね。これちなみに、この大会の後半戦です、はい、そうでしたね。これ結構もうこのかなり後の方に来られましたからね。いつもの順番変えました。さすがこの解散マッチ、またしてもこの邪霊が始まった。おお、もう一回やった。また来た、また来た、また来た。さあ今度こそ成功するか、また来た、また来た。足を救うか。あと、今度はアイビスカスビーがやってしまった。やったー。そしてカナと なぜか歓喜のポーズ。さあカナもここでやり返していきました。まずはショルダーネックブリーカーホールド対戦。どうだ、これで決まってしまうのか。危ない。まあボンジョビーナスの場合、戦闘能力はゼロに等しいですからね。一発の技で終わってしまう危険性がありますね。そうなんです、ゼロなんです、ゼロなんです。さあトップロープ、全部喋らしたねや。そうそうそう。さあこれミオが出てきた、注目の白井ミオ登場。さあミオがようやくリングイン。ん、み、兄ちゃん、なんだ今度は。 姉さん、ほほ、出ましたね、ボラーレですね。始まりました、ボラーレのコーナーですね。キレッキレですね、今日も。そうですね、お客様大歓声大拍手。そしてカナとミオはとりあえず見守ってますね。さあここでやはりこの鉄壁の連携が出てまいりました。おっと、出ましたね、しっかり持っとけよ。あ、ミオはまずカットされました。あ、これはまさかの？ん？あれ？出た！もしかして？ミオ！出ましたね。そうですね。お砂糖！
アホですね。やってしまうのか。あ、ついにかなさんのこのキレッキレのダンスがめっちゃ楽しそう。そうですね。おっと手をつないでしまった。そして最後はキスで締めくくり。さあ、そう、おお、どうどうどう、そのホールだ。そこで終わってしまうのか。これもう、ああ、終わった。終わりです。終わりですか？はい、終わりです。終わりです。終わりですか？終わりです。なんとハイビスカスミー、そしてランマルがダブルホールで勝者ボンジョビーナス。でもパーフェクトなコミカル試合ですね。これそうでしたね。パーフェクトです。これがパーフェクトです。さすがコミカル&セクシー。何はボンジョビーナス。2012年4月大阪プロレス IMP ホール大会にて結成。現在に至る短い。あ、これ終わり？終わり終わり終わり。もうちょっと何かあったでしょ。短い。ねえ、おもろいでしょ。そう、というわけで解散の挨拶が2人から行われます。みーちゃん、私みーちゃんとなにわボンジョビーナス一緒にやれて本当に楽しかったです。ありがとう。ラマラさん、私もラマラさんがパートナーで本当に良かったです。ありがとうございます。固い握手で終わりそうです。お客さんからは泣かないでの声。金宮もこの表情。私たち何やボンジョビーナスは本日をもちまして解散します。ついに正式に解散宣言がなされました。お、お客さん以外にも A ですね。もちろんこれは単なるお付き合いです。8月の7日大阪女子プロレス、新規は大会は、新しいタッグチーム名でいくぜ。これはどういうことですか。高見さん、自覚が悪かったんちゃいますか。ボンジョビーナスって、そういうことなんですか。しかもあのこれだけにうちら3ヶ月間もびっちり付き合わされた。そういうことになりますよね。というわけで新しいタッグチーム名で再出発を図るということですね。そうですね、はい、はい、そのための3ヶ月間だったんですね、はい。まあ、ドラえもんの夢落ちみたいなもんですね。そういうことですね、はい。というわけでボンジョビーナスは解散、そして新しいタッグチーム名で再出発いたします。ミオはミオです。ねえ下野、どっかプロレス見に行かない？自分プロレスの DVD が欲しいです。どっかお店ないかな。そんな時はプロレスショップチャンピオン、水道橋チャンピオン、プロレスチケットのことならチャンピオン、ウェブの DVD もたくさん揃うプロレス DVD のことならチャンピオン、レアなビデオもレンタルできちゃうチャンピオン、学校帰りにチャンピオン、会社帰りにチャンピオン、プロレスグッズのことなら水道橋チャンピオン。よかったよかった。ありがとうございました。ちょっとウェーブ DVD めっちゃおもろいな。おもろいやろ。おもろいわ。これはもう元気になれるよ。あの元気ない時はちょうどいいよな。そう、元気ない時は DVD 見て元気になる。元気になれる。まあ、父もよう出してるしな。いや根拠あらんやんけそれ。まさやな、カメラマンのあれやもんな。出してへんし。あ、出してへん、出してへん。あ、間違えた間違えた。出してへんし。そうそうそう、出し気味な感じ。チャレンジウェーブ、浜田優子 and 山形優 vs 福士 and 小林カホー。さて続きましてはチャレンジウェーブ、まずは小林カホ、そして福士の入場です。いや、二人さん、はい、なんとこんな若いタッグが実現しましたね。若いですね、いや本当はここセガやったんですよ。おうおう、
あのでセラがちょっとあの体調崩しまして、はい、そうなんですよね。急遽あのつぶしちゃんが、はい、つぶしちゃんあの盲腸上がりですね。ああそうですか。というわけでさあそれを迎え撃つのはこの二人ですよ。浜田彩子山形優であります。いやもうこれ強すぎるわ。そうですよね。チャレンジ中のチャレンジになっちゃったじゃないですか。チャレンジ中のチャレンジですよ。片やこの男子レスラーともう互角に戦う人たちですからね。だってこれつくし小林加穂、はい、平均年齢18歳です。18ですか。おっとつくしがまずはこんな挑発をしてきたぞ。キーだけ打つ。そうですよね。あーできないドロップキック、先制のドロップキック。まずは平均年齢18歳コンビが仕掛けてまいりました。つくし小林加穂、さあフレッシュあふれるこのタッグチーム。おっとまずはカニバサミ、ダブルのカニバサミだ。そしてテイクキック、世界の浜田彩子に一歩も引きません。まだまだ続くぞ。今度はおてんばダッシュ、おてんばダッシュ。おっと小林も行ったぞ、おてんばダッシュ。また行った、また行った。あっと簡単にひっくり返されました。いや二上さん、やはりこの美しというのはもう元気の良さが取り柄ですよね。でそりゃこの子がなんかドヨーンとしてたら嫌ですよね。17歳でね、そんな子供見たくないですよね。ねえ、そんな子供見たないわ。いやまだね、97年の9月6日生まれですからね。高校生ですか。高校生です ね。おっとこれはフェイントでありました。もうおー、大人ダッシュ。大人げない、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 大人げない。お客さんから大ブーイング、そして本部席の二上さんもブーイング。大人げないよ。さあ山形もそう言いますよね。さあ山形が説教をいたします。まあ片や二上さん、これ浜田彩子と山形は何歳、これ平均年齢何歳ぐらいなんですかね。33と37、平均年齢35歳。35歳、35歳と18歳の対決になるんですか。そうですね。おっとさあつくしがここで張り手、さあ持ち上げるのか、彩子を持ち上げるのか。さあこれで持ち上げることができたら、あっとしかし軽々とやられるか。しかしここからが、さあこれはパロスペシャルに持っていった。さあここでパロスペシャル完成だ。そして頭をひっぱたく、んどうなんだどうなんだ。簡単にこのロープブレイクに逃れました。まあ、ウォーズマンってバファローマンみたいな攻防でしたね今の。ウォーズマンってバファローマンですね、まさに。さあ今度は背中へのドロップキック、つくしがまだまだ躍動します。これ以前、あのアイスリボンさんの後楽園大会でシングルやったんですよ、綾子大つくしの。ありましたね、すごい綾子がすごい楽しかったって言って帰ってきて、なんかもっとちゃんとあのルチャとかちゃんと教えてあげたいとかって言ってたぐらいやったんですけど、この日はさすがに連戦で疲れて、なんか疲れてましたよこの人。それどころじゃないですね。さあちょっとそれ出るづらいわ今。さあこれで山形出づらい、そうですよね、仕切り直しで出てまいりました。さあ小林がここで行きました。先週の放送でご覧いただいたように、この小林加穂コナミ女に輝いております。賞金50万円、これをメキシコ修行に当てたいと言っていたこの小林ですが、さあそれは実現するんでありましょうか。おっとここで腕を取っていくが、そのまま襟固めで切り返していった山形であります。まあ、メキシコ修行というのもさながらですが、小林加穂のこのセンスといいますか、このね、あの基礎の部分というのは非常にいいものがありますよね。そうですね、でもまあ私がちょっとこの試合終わってから言ったのが、はい、メキシコ行かなくても、あの日本のすごい人ってまだまだいっぱいいてるよって言って、はい、ああそうですよね。綾子なんかとも当たったのそんなないと思うし、綾子とか山形とか、はい、だから全然勉強できるから楽しかったでしょ、今日とか言って、全然勉強になりましたとか言って、言ってたので、そうですよね。そしたらこの50万もっといろんなものに使えますからね。そうですよ、もっといっぱいご飯食べたいの。そうですよね。さあこのコナミ女セラーディサに勝ったのがすごく自信になったという小林加穂であります。さあおっとまたしてもドロップキック、山形をようやく崩していった。山形は最近、新人さんのキックをあえて受けて、あえてでも顔とかで受けて、はい、あの絶対倒れないっていう。あ
の結構テーマがあるみたいですよ。今まさにそうでしたね。今まさにそうですよね。なんかこうあのドロピックを食らいながら実力を査定してるかのようなね、そんな雰囲気が見えましたけど、この間もナッツと当たった時に、絶対倒れへんです。さあそれが山形のプライドでもあります、誇りでもあります。さあここでもう一回山形にタッチ。でもまあそれで山形に倒れてもらったら、倒すことができたらすごいすごく成長したってことですよね。そうですよね。それだけにこの山形のドロップキック、こういうのがまあ新人若手たちのテーマにもなっていくでしょう。おっと、さあつくしに対して大人げない、そうですね、全くスタイルを崩すことはありません。浜田彩子、相手が誰であろうと彩子は彩子であります。さあ今度は小林果歩、さあこの巨大な壁に突進していった、突進していった。そしてこの粉見女に輝いて、おっとものすごいパンチだ。1年間負け続けて、それでも基礎練習を繰り返し続けてようやく結果が出た、そういったことが自信につながりましたと、そう発言しておりました。しかしこれはかいくぐって、おっとタップ、しかし全くびくともしません。さあそれでも小林がもう一回突っ込んでいく、綾子は全く何一つ通用しません。それでもやるのか、それでもやるのか、小林がもう一回、あっとここは背中越しにキックを食らってしまった。さあ今度は山形が突進していきます。まあ、ここまで見てるとこのチャンピオンチーム、まあ、綾子山形なんですけれども、全くこの手加減なしですね。手加減なしですね、いいですよこれぐらいの方が、そしておっとこれはうまく綾子山形をドシッとさせましたが、しかしまたしも捕まってまいりました。さあ今度はつくしが出てまいりました。おっとこれはすごい、久しぶりに見たデジャブ、久々ですね。人工衛星式コルバタ、さらにテクキック、ドロップキックだ。さあつくしが躍動します。146センチ46キロ。あれカホちゃんどうした、カホちゃん、今がチャンスやったのに。そうだそうだ、惜しいぞ、いけいけ、ここからだ、いけ、ダーンとぶちかます。残念、これが若手ですね。そうでしたね、今若手らしかったな。いやちょっと今のはせっかくよかったいい場面やったのにもったいない。そうでしたね。これ山形さん乗ってる証拠ですねこれ。そうですね、これ生き生きとしてますよね。でもおばちゃんたちもなんか、やっぱりこう生きのいい若手さんが出てきた方が楽しいんちゃう、まあそうでしょうね。うん、まあその成長過程にね、こうやってチャレンジウェーブとしてこうやってぶつかるのもね、まあベテランとしてこう若手を育てるというのも何か役目がありますからね。さあそして山形はテイクのキック、素早い動きを見せました。この人たち動けるオーバーハンですからね。そうなんですよね。そう、まあそれだけにね、この若手にとってはこの綾子山形と戦うことがね、すごくいい経験になりますからね。そうですよ、こんだけアピールして沸かして、はい、おお、これは返した、いいぞ、いい流れだ。ブレンバスターをスモールパッケージへ返す、ドロップキック、いい流れを作った、小林が決めるか。いや非常にいい流れを作ります、初代コナミ女の小林。よし、帰れ、よし。さあここでいい流れだ、美しいタッチ、わわわわわわ、めちゃくちゃやな。そうですね、ものすごい速さ、ものすごい速さで見せるドロップキック。この主張であります藤本司譲りでもあります、このドロップキック。まあ、藤本司、まあ、プロレスでの師匠なんですけどもね、この中3の時の高校受験を全部藤本司がなんかあの勉強見てたんですよね。藤本先生ね、なんかね、家庭教師してました。そう教員免許を持ってるんですよね。そうなんです、だからプロレスの練習の後になんとあの勉強を教えてたというね。教えてました、教えてました、はい、それを道場で毎、日々繰り返してたという。いや、アイスリボンの道場行ったら面白いですよ、あの学生たちが、はい、子供たちがね、みんな習ってるもん。そうなんですよね、なんかあの夏休みの宿題とかやりながら、はい、試合してんの。そうなんですよね、なんじゃそれやと思って。本当に藤本先生ですよね。藤本先生で試合がいてる時は志田とかもお前やったのか宿題とか、はい、あのクロミちゃんと怒られてましたよ。どんなプロレスだったんですかね。いや、そうやってね、本当に、まあ、成長していったわけですからね。そう、ドロップキック、山形のドロップキック、美しい状に飛び上がりました。
ドロップキックの手本を見せるかのような一発だ。これで決まるか。つくしなんとか返していきました。しかし動きが止まります。さあ小林が分断されるぞ。さあここからの展開だ。はい、早く。さあここで、おっと小林も入ってきた。ダブルの攻撃、ダブルの攻撃。さあ若さあふれる流れを見せるか。ドロップキック、元気やな。そうですね。さあ17歳と21歳のコンビ、17歳のつくしがここでトップロップからミサイルキックだ。疲れへんやろな。そうでしょうね。そして21歳小林果歩がこれもまた飛んでいく。まあつくしは97年生まれですからね。まあ二上さんが97年というともうアルシオンとかに入ってた頃ですかね。入ってた入ってた。ですよね。あーっと、しかしここで捕まってアイクロクラズム。さあこの一発で流れが変わってしまいます。そしてダウト2落とした。リバース2ドロップ。さあつくしがこの重い攻撃を受け続けます。あーっと、これはすごい。つくしにトップロープからのムーンサルト、もう容赦はしないぞ。さらにフェイスバスター、危ない危ない。つくし返せるか。どう、小林の方にあった。まあでもこうやってトップロープのブレム、ねムーンサルトとかもこうつくしも頑張ってこう耐えてますよね、うんうん。さあ今度は危ない。さあフェイスロック食らっているぞ。あー、つくしはこの表情。小林もカットできない。小林もカットできないぞ。おー、珍しい。あ、そうですね、刺され固めですかこれは。さあここでギブアップだ。クロスフェーズで決まってしまいました。上田山形よー。あやこ山形、もう全く美しい小林に対して容赦なかったですね。なかったですね。まあ、ちょっとうちの若手さんの2人とは違う若手のカラーですもんね、これはね。そうですよね。これが面白いな、やっぱり。はい、まあ、それだけにこの美しい小林果歩、楽しみなこう、ね、存在が出てまいりました ね。これからもウェーブに参戦したいものであります。ヤングウォーに出します。来週の放送は夏すみれバースデー大会、憧れの大岡由美とのシングルマッチ、デビュー10ヶ月の成長を見せることができるのか、お楽しみに。プロレスリングウェーブ新人大募集。プロレス界一愉快な団体プロレスリングウェーブでは、私たちと一緒に戦うプロレスラーを大募集しています。今年入団した練習生の長浜、ウェーブに入団してみてどうだった？長浜という名字なので、入団して1週間でロングビーチというあだ名をいただきました。そして1年先輩の夏は、得点や倒立ができなかった私でも今ではリングの上で輝き、人々に感動と興奮を与えています。そしてスター足らずだった喋りも今では流暢に喋れるようになりました。ボス経験がない人でも、自分を変えたい、目立ちたい、スポットライトを浴びたい、人を投げたい、蹴りたいなど、少しでも興味のある方はプロレスリングウェーブまでご連絡ください。プロレスリングウェーブのエース